エストルフは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク選州の任意武力、ベーザー軍に属す、マチソンでザムトゲマインでミッテルベーザーを構成する、マチソンの一つである。自治体としてのエストルフは、以下の地区からなる。エストルフは1 9 9 6年2月9日の寄進場に、初めて記録されている。この文書中には、シュトゥンペンハウゼン白碑、 メレスビットがエスドープという名の分の場を含む土地を民伝の教会に寄贈する旨が記されている。1977年から行われた発掘調査では、550年頃からすでに現在の集落の場所に定住地があったことが示されている。中世にはフライターク家と有名なミュンヒハウゼン家の2つの有力貴族が強い影響力を有していた。 後者は1413年までにエストルフの所領を処分したが、フライターク家は現在に至るまで農場を経営している。30年戦争の時代、エストルフの住民は放浪、略奪する兵士たちから収穫を守るために、森の中にシューネブッシュと呼ばれる秘密倉庫を作った。現在、新しく改修された倉庫内では定期的に パクティッチという催しが行われており、特にサイクリング客が訪れる。この町は1976年にニーダーザク編集州の地域再編で現在の形となり、ザムトゲマインでランデスベルゲンの一員となり、2011年ザムトゲマインでミッテルベーザーに再編された。エストルフの町議会は11議席からなる。アルントフォッケこの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。